山形県酒田市に山形テレビ石川時成記者がいます石川さんそちらはどんな状況でしょうかはいこちら酒田市内の中心部を流れる新田川の前からお伝えしますご覧のように橋の欄干の近くまで水位が上がり濁流が流れているのがわかります 現在、雨の強さは昼過ぎのピーク時と比べると落ち着いているものの強くなったり弱くなったりを繰り返し断続的に降り続いている状態ですこの雨の影響で山形県の庄内地域では湯沢町全域と酒田市の八幡地区に緊急安全確保が発表されましたそして酒田市内では市内を流れる荒瀬川が氾濫し八幡地区で床上・床下浸水が多数確認されているということです